はいみなさんこんにちは2020ここが出た管理業務主任者本試験解答速報始めさせていただきますえー、私、ね、担当しますのはレック専任講師小野と申しますよろしくお願いいたしますさあではね改めまして皆さんお疲れ様でございましたえー、今回この回答速報という形でまあ私20分ぐらいねまあ20分から30分ぐらい おお時間ををいいただいてて話をさせていただきますでまあ,あの私が担当するとこね私小野が担当するのはいわゆる民法とか区分所有法、ね、民法区分所有法といったいわゆるあの法令系といえばいいのかなまあそちらをね中心にお話をしていきますであの規約ですとかねそういったあの実務系の方です委託契約書とか、えー、それは太田先生に担当していただきましてでまあ設備会計あたりね えー、この辺り亀田先生に担当していただくと。まあだから3人がそれぞれの分野をね担当してお話をさせていただきます。まあですから一人頭ね20分ぐらいなんでトータルで1時間半はかからないと思いますけどね、えー。まあ3人合わせますと1時間ちょいはかかるかなという感じでお話をしていきます。まあ大体20分から30分ぐらいですから一人頭ね1時間半ぐらいになるかもしれません。えー、さてでですねまあこのね解答速報というタイトルでございますので。 まあ,おこあの皆さんね、えー、最初にお詫びとお断りというのかな、まあ、お詫びというのもおかしいかもしれないけどあの回答速報ということになりますとねただ問いの1番は選択肢何番とかね、えー、言っていきましてで問いの2番3番4番とね、まあ、ずっと言ってきまして、えー、ほんでもって結局ね合格推いててはこれぐらいですなんていうことね、まあ、そういうのをねこれからやるのかなと、えー、思ってご覧になってる皆さん申し訳ないです。あのそれはやらないですね えーっとね、あの私もねこうやって、ねまあ、これはあの今年の試験のまあ何というかコピーというかね、まあ、あの製本として出してもらったやつなんですねついさっき終わったやつをね製本として出してもらったやつなんです。えー、こうやって使ってお話をしていきますんで時々ねこうやってねこれはまあねあの分析をしましてだろうなっていうんで例えば問いの1番ね選択肢2番じゃねえかなとかね、まあ、ここに移ってしまうこともあるんですがただこれはあの皆さんね えっと、確定校ではございません。まあ、現段階ではね、もう移っちゃったとしてもね、あれ、問いの一番、選択肢二番になっているよと、えー。やった、当たったとかね、あるかもしれませんが、もしかしたら、後日ね、変更になるかもしれないんです。まあ、ですから、そのあたりはね、まあ、今回は、私が話をしていくのは、まあ、傾向というか、内容というかね。まあ、ですからね、どうやって、ね、どのくらいのことをやっていけばいいか、なんてね、ことをお話をしていこうと思っているんです。だぜ、ね、あの、途中移っちゃってもですね。 えこれ確定項じゃありませんからねなんか映ってるのとなんかねあの後日、えーね、発表とは何か違うよってねあったとしてもまあそういう可能性もゼロじゃないですまあ現段階ではこう思ったんだけどねなるほどそこらへんかと、えー、そこは気が付かなかったねこれ細かいなんともあるかもしれないんでんまあですから映っちゃったとしてもそれをね確定項として考えないようにしていってくださいまあというわけでね、えー、まあ時々映っちゃうかもしれませんねなんかあれ2番が丸になってるよとかね 映ってしまうかもしれませんがまそれはまあ参考程度と思っていただければいいですまあ、そんなにね派手に変わらないと思うんですよねまな、あ、んでかと言いますとね、えー、今年の民法まあ民法の問題大抵問いの1番から問いの6番あたり入ってますよね1,2,3,4,5,6とかねであの区分所有法とそれから私品格法も担当はするんですが、えー、区分所有法と品格法はどこっていうのなかなか言えませんよね まあ基本的には問いの33番から39番あたりえっ、ー、といわゆる区分所有法ねあと民法とかの絡みとか出てきておりますが、えー、25番が品格法でしょだから29番が区分所有法で、えー、と43番にも区分法入ってましたね。まあ、ですからどこに塊でボンとねまとまってるっていうのはなくって、まあ、今年もね、えー、ちょこちょこバラバラとありましたね。まあ問いの1から6が民法系 で33から39たりの7問は、A、区分法どんとあったんですが25番品格法とか29番43番とかねなんだかバラバラと出てくるんでだから全部で大体、まあ、数としては例年通りかなえっと例年通りね大体16問ぐらいかなと1 6 7問ですね、A、このぐらいが大体ね、まあ、あの区分所有法と民法の話というふうになっておりました、まあ、あと品格法も入れますけどね えという形で主されてますで今回ねえー、とつい先ほど私もねこれ回答出しをしたんですよ。えー、まあ私はね今日は受験はしておりません。えー、受験をしないで、まあ、本部で構えていましてね。で受験をしていただいたスタッフから情報が上がってきまして。でそれを「お今年はこんな問題出たのか」と言ってね。ま、えー、まあ私どもはは裏裏を取りますす、えー、っていうのは要するに根拠ですえー、根拠を取って分析しますのでまあ条文ですとか。 あとネットとかね、インターネットのんかを使って調べるんです。えー、そうにやってね、まあ今回答えを出していったんです。で、私もやっぱり民法とかね、区分法、えー、こうやって皆さんお話をしますんで、まあ一応、とりあえず、まあ当たり前ですけど、全部ね、今申し上げたようなところは全部目を通したんです。まあ、で、結果、第一印象です。第一印象としてはですね、まあ、レベルは高くなかったかなという気はします。 問題ないよね。えー、非常に素直に、えー、そして条文なんかね、ストレートにボーンと出してきた問題が多かったですね。いや中にはあの変わり種もありましたね。えー、っとこれどこに分類するんだろう。まあ私が一応ね担当かなと思っておりますんでね、えー。担当かなと思っておりますんでね。うんまああのんこれも移しちゃっていいだろうな。えー、っとまあね移ってしまいますがと三十九番がですね、これ私の担当になるんだろうな。 えーとの39番ねはいでこんな感じで,ですねえっ、ー、と皆さんね、えー、まあ今日やった問題です。まあ今日ねえー、とまあ取材された問題をこうやってお話をしていきますので、ねえー、まさに今日という形でお話をしていきます今日ね。はいう、まあ、ことなっていきますんでね、まあ、あのまだ試験受けてないよと、えー、管理業務主任者ってどういう試験なのというのが興味あってご覧になっている皆さんね まああのまあ、こうやって写していきますんでそうやって思っていただければよくってまあただ実際ね、えー、受験した皆さんはお手元に、まあ、ご自身のねええものを持っていただければより役に立つかなと思うんですでこれがいわゆるね当時の,の39番なんですがまあ要するに、ね、えー、っとこれねほら最高裁判所の判決の一部最高裁判所の判決の一部ね <laughs> まあ、というふうな聞き方をしておりますでしょう。えー、だから、この辺りがですね。まあ、私がね、まあ、先ほど申し上げましたが。えー、っと、素直ですよねっていうことはあるんです。何かというとね。何のひねりもないんですよ。えー、最高裁判所の判決文。をズバリ聞いておりますからね。えー、何かこうね。まあ、あの、あの、何、法律のね、り理,理論とか。まあ、法律理論とかですね。えー、そういった解釈論とかっていうのを考える人は全くないんです。 判決文ではどうなってますかと。はい、だからこれが私たちはねレベルとしてはそんなに高くなかったかなって言ってる理由なんですね。まあ要するに A ある一定のテーマあるいは条文知識をね真正面からスルーとにバンと出しております。まあですからその点におきましてはねまあなんていうのかな小難しい法律の解釈論とかね実際上の運用とか。 まあそこまでは普通わかんねえんじゃねえのとか知りませんよっていうようなものね。まあなんていうかそれね小難しいような理論というのは出てないんですねほとんど出ておりません。でも根がつくでしょう。だからといってじゃあね、えー、簡単で答え出しやすいかとそうじゃないですよ。まあこの問題がそうでしょ。もう典型こうなこれだと思ってますよ。えっ、ー、といわゆる最高裁判所の判決を知っていればこれほど楽な問題ないんだけど差がつくんだねけど差って感じね。ね知らなかったら推理しなきゃいけないじゃないですか。 知ららなななかったら推理をしなきゃいけないけけんだけどまあただね、えー、とそういう意味においてはこれはやっぱりね難易度は高いかなと思いますよ。まあ要するに知っている方にしてみればそのまんまの、ね、知識なんでストレートに分かればいい。えー、知ららななないいい方は全体から推理をしなきゃいけないでこれ推理なんですよやっぱりね、えー、解釈論ではないと思ってます。 だどこまで行きまでき何だか学者先生が考えるような難しい法律理論ではないということは言えると思います。えー、ただどういうところから推理をしていくかっていうのはね、まあ、これは結構大変じゃないかと思ってますよ。例えばね、えー、先ほど「う」をね紹介しちゃいますが「う、ね」うを紹介しちゃいますがそれにより居住者等の、はい、何が入るか「えー、なんとか侵害された」と書いてありますね。なんとか侵害されたと。えー、とねまあね、えー、何か侵害されるんですが「う」ですね。 財産を入れるかどうかですよ財産を入れるかかどうかね。いやこれはちょっとって感じでしょいや普通に考えればね、まあ、これ工事の話をしておりますんでいやそれは物壊しちゃいけねえんじゃねえの財産入るんじゃないのっていうことも考えられますが、えー、そこまでは要求しないよと身体的なもの、えー、人に対する、ね、人的被害だけを考えるんだよって最高裁が言ってるかもしれないよね。 えー、だからこういうところはねあんまり推理ができないわけですよ。だウナーはね、まあえー、財産は普通は入れるんじゃないかなと思うんですけどもいやそこまではねとかね言われてしまったらそれっきりなんでまあとことでございますからね、えー、この点に関しましてはということまああのピンとこないかもしれないけどただ少なくとも生命身体るでしょ生命身体。生命身体、えー、っていうのはね,ね生命身体っていうのはこれはね まあ債務不履行とはちょい違うんじゃねえかって気がするの分かりますかね約束違反をしたい、ね、だから責任を取るよと生命とか身体はまあ両方の入ってますよ命とか身体これだからねケアをするとかそういうことよえー、それがですねそれがねえー、っと債務不履行による損害賠償っていやなんどういう契約したのって感じですよねえー、建物を建てる設計をするとかね工事を施行するきにね人に えー、人を誰かをね、えーまあ、死なせてしまったら約束違反だとおかしくねえかって発想ぐらいは分かっていただけるかなだからそういうところはねちゃんと推理をしてこれはおかしいんじゃないのと、ねえー、いうふうに切っていくとかやり方をしていけばいいんです、まあ、そういうふうにやっていけばよかったんだけどこれやっぱり推理なんですよねだからそういうふうにおきましたらこれね結構ね厄介な問題だったんじゃないかと思ってますでこれもねちょっとごめんねあの今回はですね、えー、っと問題を解説するというね、えー、そういった回ではございません まあだから、ね、そういったところをやらなきゃいけなかったと、ね、いうところがございます。まあだからこれは、まあ、これおそらく2で間違いないと思いますけどね2ね,ね。実は申請財産も入るしねって感じ、ね、で。でこれはまあ管理者ですよ管理者ね。まあこれは最高裁の判決なんで、まあ、これは間違いないと思います2で間違いないと思うけどね2ね。ないと思うけど。ねえー、ただ我々がですね,ね、まあ、何かこう判例判決をね取り違いをしていたらごめんねって感じになっちゃうんで確定ではありません。 確定ではありませんけどまあ2なんじゃないかと思います、えー、設計施工管理ねあの注文者って頼んでる方でしょ建ててくれと言ってる方が、ね、えーっとね建築に当たりってまあちょっと関係ないかって感じなんだね,<え>ねまあということでございますからまあ、ね、これは管理者ということででこれで、ね、この流れから不法行からということで2番ねだと思いますまあこういったような問題が結構多かったですね今回はね、うん えー、要するに条文知識とか、まあ、これが判例知識ね、えー、それから条文ストレートって問題も結構ありましたね条文ストレートね、えー、そういった問題も結構ございましたまあだからそういった意味におきましたねまあ、えー、それ難しくはなかったよって印象は当然あるんですストレートですね何のひねりもない、えー、ひねりも比較もございませんまあただねじゃあそれを正確に押さえているかというとまた状況違うでしょ まあだからね、えー、要するにあの管理業務就職者の試験は、えー、これは私どもね、まあ、あの皆さんに、ね、受験指導する立場から申し上げておきますとね割とこれ管理業務就職者試験はマンション管理試験とはそういうういととこちょっと違うんですよね。マンション管理試験というのはもう実務的な観点も含めて、まあ、とにかくマンションの管理に寄せてくるんですよね。ね えー、要するにねあの管理組合がとかね管理組合法人がとかね、えー、単純に民法の債務不履行の話を聞いておきたいという問題でさえもうンあの、ね、マンション管理に寄せておきます、えー、ところがですねまあ何ていうのかなあんまりその後で管理業務就職試験とはそのたりあまり考えてませんよねえー、っとあまり考えていなくってあのまあ例えばこれもいっちゃおうかなうん、えー、とねまあこれもちょ,ちょっと消しておきますね え確定事と思われるとしてまずいでちょっと消しておきますが2番なんかそうでしょう。という2番もそうね。えー、っと2番なんかもそうなんですね。えー、ただ書いておりますがあの選択肢あの選択肢を読んでいくとね、えー、選択肢を読んでいきますと別にマンション関係ないんだあんまり関係ないんだね。えー、施工ミスにより浴室から水漏れが生じて、えー、修繕可能な場合。 A や B に対してターチ、損害賠償、大金額制大金額ねできないとか書いてあって、あのー、まあ要するにね、例えばこれがえっ、ー、と2階の A さんの部屋から浸水があって下の B さんとかね、A、1階の B さんとかになりますとまあなんかマンションっぽいでしょ、えー、そうした場合でどこまで責任を負うかとかねなんかマンションっぽいなって話はするんですが全然聞いてませんね、まあだからこれ単純に A さんが リフォーム会社 B との間で浴室のリフォームの請負契約を結んだということなんですね。まあ、ということでございますので、えー、この辺りがねだから民法ねストレートに効いてくるというような話なんです。でここははい <laughs> まあうーんとなんですよね。まあ一応例えば選択肢4番とかねほらえ不適合とかあるじゃないですか契約内容不適合ねこれ改正点です。 えー、改正点での契約不適合責任というやつなんですがまあこれをですね受け負い契約で聞いてきましたねで、まあ売買とほぼ同じなんで、えー、だ契約不適合責任なんて来た場合ねまあ実はこれ一番なんかもそうなんだけど、ねえー、契約不適合責任をね行くった場合やっぱりねえー、っと請負い契約というところを聞いてきてきたところが一つねまあちょっとしたひねりかと思うんだけど、えー、ただね売買契約の契約定合と同じように考えていけばいいもんねって。 えいうような意識を持っていればこの問題は割と解きやすかったんじゃないかと思うまあだからね、えー、この点の問題に関しましてもねやっぱり出ておりますね取材されましたで、この精査しておりませんけれども事項出てない気がするんだ,だから民法大きな改正があったんですだから我々ねまああの管理業務主任者試験に対しましてもマンション管理士試験に対しましてもね、えー、割と民法は気をつけようねとかね大きく変わってるからなんてあったんですが うんやっぱり契約不適合責任は避けて通れなかったのかなえー、まあなんでかというとねあのいわゆる債務不履行ねえー、まあそれと絡みが出てきてしまうんで、えー、契約不適合を、ね、避けて債務不履行だけ出すのはなんか不自然なんですだから、えー、契約不遥行責任は出てきたんだけど、えー、例えばね時効でありますとかねまあそういうところあとは保証とかね、えー、そのあたりがほとんど聞かれてきてないかな まあ、とといいうことでございますからねやっぱり、えー、とそうね正面から改正、ねえー、たくさん出すよっていうことはないのかなと思う。まあただこれね、えー、皆さんにね来年以降の話をしてもねあまり意味がないかもしれませんがただ我々ね受験指導サイドから考えていきますとやっぱりね大改正があった <laughs> その年どこまで出すかっていうとこれは本当に読めないんですよ。えー、大改正があったんでね大きな改正があったんで。 よよしたくさん出すよって、えー、だって今までほらちょっとした変更じゃないですから新しい制度を確立するっていったようなものでございますからねまあですからね、えー、要するに誤解を招くようななところでではないんです、えー、去年まではこうちょっと変わったよねじゃないから去年まではこういやこれはなくなってさって貸し担保責任という概念がなくなってさって、えー、でこちらですね新しくで契約という責任作ったよなんてやつねただどんどん出してもよかったんです。 時効の中断という概念はなくなくったんです、えー、時効はね猶予と更新になりましたと新しい制度になったんでそこだけボンと出しても何の不正でもないんですただやっぱりね、えー、大きく変わったんで、えー、すぐにっていうんではなくて一通り浸透してからな出そうかなっていうふうになったのかな、えー、ただやっぱりねこういうところちゃんと準備をしている皆さんにしてみればおあれかと、ねえー、あれかとやっぱりね追加請求をして 追加請求ができるならば追加請求した後でないと代金減額できないとかねえっ、ー、といわゆるね債務不履行に関しては解除は債務者の奇跡性はいらなくなったんだとかねやっぱりそういうところがやっぱり聞かれてます、まあ、ですからねやっぱり大きな改正の本当に重要なところが聞かれてきてるのかなと思ってますだそういった対策を立てた皆さんにしてみればそ当難しくはなかったような気がするんだ、えー、だからそういう意味においてね まああのー、ストレートに出してきてるんですよ。多くの場合ね。まあちょっとねひねった変な問題もねもちろんありますよ試験だからね。だから全部ね今申し上げたように16問か17問ぐらいのね問題数になりますが、えー、全部簡単だって簡単っていうかね、えー、素直というかストレートっていうかね、えー、まあちょろいじゃないかということはないです。やっぱり知識をねストレートであるかもしれませんが正確に抑えていないと不安になる問題が結構ありますしね。 あと中にもね何これって問題もありましたよねいやここまで聞くっていうかいやこれはちょっとね出し方として可愛くねえなとかねって問題ありましたよまあですかね、えー、どれくらい取ればいいかっていうのになりますとこれは本当に蓋開けなきゃわかんないです、えー、結構ねこういった年につきましては我々がね想定するより皆さんができちゃったっていう年もあればねああやっぱり落とすは落とすねっていうこともあるんです だからちょっとね今回に関してはですね法令に関してはうん予想立てにくいな。えー、だから我々ね「あの女やっぱり皆さん頑張ってるねて」えー、ストレートにボーンときた問題は皆さん取ってきたねっていうんであるならば、えー、点数は上がると思います。でもやっぱりねそれは言うの簡単だけどさ、えー、いわゆる法令ね民法とか区分法とか、えー、そういった知識をねもう単純にストレートに抑えればいいんだよっていうのは簡単なんだけど そうは言っても正確にっていうのは結構厳しいよね皆さんがそうであると、えー、言うんであるならば思ったより上がらないかもしれないそれは分かりませんえー、蓋を開けてみないか分かりませんからその辺りはね悩む必要はないと思ってますまあとりあえず皆さんねえっ、ー、といわゆるまあそうだね今日はね今日の今日はね試験終わったその日だ今日の今日本当に試験当日なんだけどね、えー、それはまあ皆さんね、えー、とりあえずお疲れ様で。 えー、お風呂入って、ね、まあねあのビールでもいっぱい飲んでね寝てしまって構わないと思うけど、まあ、何かのように、えー、見直してね,ねで,でもってねまあ見てみればおなるほど素直だったって分かっていただければいいですただね,ねあの試験ですからねえー、っとあの一気一憂しないでくださいね一気一憂ねしないでくださいねまあこれは申し上げておきます。でこういうねこういう年こそまさにそうなんですよ。後で考えると これできたはずななのになっていわゆるケアレスミスとかねだからどう忘れとかなんでこれ罰にしちゃったかなとかね、えー、自分でもその時思い出せない時ありますよ。で、ね、でも丸「ツねまた「〇〇」ってやっててねいやこれどう考えたって2番「罰にできないじゃん」って「俺何やったの?」ってえう、ー、のあるかもしれないその気にしないでくださいね。あの皆さんねえ全、ー、受験生の皆さんが多分何かやってますよ。 だそういう方がいらっしゃったとしてもね自分だけじゃないと思ってください。まあというわけなんでね、えー、復習なさってみていただいてでまあ今私が申し上げたようにやっぱりね、えー、ストレートに出てきてるんだなというのをね確認していただければいいと思う。まあ、だから今回ねえっとかそれもなかそっっったもなと思ってます、まあだからね、えー、割とし方としては素直、えー、素直な取材をしていきながら読み取りやすかったと思うけど、えー、それだけにね まあそれは今回のね法令ということでございますのでえー、まあ皆さんね本当に点数気にしないでね、えー、点数は気にしないで、ねえー、今まで頑張った自分をね褒めてあげてください。さあではお時間になりましたんでね、えー、私の方ですねいわゆる民法区分法に関してはね勘業本試験回答速報は以上とさせていただきましょう。皆さんお疲れ様でございました。